たるレアルレジェンドカゼミーロとは全く対照的と言われる。コストに比べた彼のパフォーマンスは高額な値段にもかかわらず、マンチェスターユナイテッドで同レベルのコントロールと影響力を与えるのに苦労してきたカゼミーロのような選手とは全く対照的である。リバプールがトロフィーを追求し続ける中、遠藤の役割は重要になるだろう。ペースを左右し、中盤の戦いをコントロールし、攻撃をサポートする彼の能力は、その重要性を強調している。遠藤を中心としたリバプールの中盤の変革は、戦略的成功の物語であり、クラブの市場動向を見る鋭い目とユルゲン・クロップ監督の経営手腕を証明している。あらゆる勝ち点が貴重なシーズンにおいて、遠藤の影響力は過大評価ではない。彼は効率、有効性、そして無我の精神を体現し、これはこの時代のリバプールフットボールをよく定義している。マネーゲームに歯止めがかからなかった欧州フットボール界にスカウティングの重要性を再認識させた歴史的偉業。遠藤の補強は費用対効果としては最高のものになったが、現実問題、獲得するためにチームの合意を得ることが相当大変なのだろう。30過ぎたビッグクラブ未経験の選手を獲得しようとは普通はなかなかならない。だからこそ、その選択を正解にした遠藤選手の努力とクロップ監督のマネジメントが素晴らしい。カゼミーロは、レアル時代はタスクがしっかりと整理されていたけど、ユナイテッドではいろんなタスクを押し付けられて、戦うことも裁くこともかわすことも全部中途半端になってしまっているように見える。今のユナイテッドに短期で放り込まれたら、遠藤も右往左往しかできないかと、リバプールでも試合こなして、役割が整理されてから機能しだしたんよ。ボランチやアンカーの役割とエリアが方針として明確に示されていなければ、カゼミーロでさえ結果を残せず、ボロクソ言われるという話。遠藤の活躍は、タイミングも、チームも、監督も、本当に幸運が幾重にも重なったということや、もちろん、それを生かすポテンシャルが遠藤にあったからというのが、活躍の最大の理由とは思うけど。ほんま移籍は難しい。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。